そのレーザー砲ってやつが発射されちゃったらもう地球のおしまいみたいな感じなんですかね。オッケーです、 G に任せろ。すっごい今更なんですけど、かけるくんとか夏美ちゃん何やってんの？前作もそうでしたけど、なんで一番運動能力ないおじいちゃんが頑張ってんの？しょうがないですね。まだまだガキじゃからの、二人とも。保護者が一旗脱ぎますか？あ、これか。強そう。おお、入った！え？エネルギー供給路を破壊すれば、あれの発射を阻止できるっていう話でしたよね。基地内の3機の発射装置を破壊。ああ、でも警備がいるんだな。違うか。エネルギー供給路を破壊して、発射装置を破壊すんのか。オッケー。だから供給路破壊せずに、発射装置行っても、なかなか難しいよっていうことですよね、きっと。オッケーですよ。でも、どれがさ、その供給路かっていうのマップとかに表示してくんないとわかんないですけどね。ああ、墓があいだ。ああ。はい、ゲッチュー。初ゲッチじゃよ。あ、早っ。こいつ早い。墓の動きを見切って嫌がった。はい、ゲッチュー。でも墓の勝ちですね。ゲッチュー。よし、ゲッチュー。お、弾がいっぱいもらえる。で、ロボットいますね。こっちから近づいて、一体だけに相手しても、あ、早速あんじゃん、供給路。オッケー。これ直で供給路いけないかな。無理かな。全員にバレんのか。ちょっと待って、近すぎます。シーズン、ちょっとゲットしてる余裕だ。やばい、ハカどこ見て、こっちにもいんのか。ねえ、墓頼むから横見て。前だけじゃなくて横見て。これ、ここひょっとしてアンチ？近づけない？あいつらひょっとして。近づけない？でも弾は撃てんのか。そんな甘くないか。まあ、こいつらはね、普通に戦っても多分勝てますね。えい。ダメだ、逃がさないよ、ゲッチュ。ちょっと危なかったですね、今。よし、あとはあいつだけか。あいつはもう飛んでるんで、これ、もうずるい。墓、あえだりね、えぐめのダメージボイスがあったり、幅が広くていいですね。はい、ゲッチュ。これで破壊すればいいの？これ？合ってる？合ってますか、これ。ルーレットアタックじゃ！おえー、機銃停止、やった。うわちょっと待って、何が今撃ってんの？ちょっと待ってもう、ただヒットうぜえな。しかも1回でいいよ、ダメージはいいからさ。それで2回分のダメージでいいから。うわー、こいつが撃ってんのか。もう、鬱陶しい。っていうか、墓どこ見てんだよ。そっちが遠距離ならこっちも遠距離じゃよ。自分が悪いんじゃからな。珍しくね、近距離で戦ってやろうと思ったのに。で、こっちから来たのか。違うな。こっちで合ってますね。うい。ルーレットアタックからの、ゲッチ。墓は美しく取る。で、いつかの、さっきのステージのでかいやつがいますね。でもあいつ弱かったですもんね。見た目ほど強くはなかった。で、かわいい。おっぶねー。ほんとによくしゃべる。墓が。こいつ、向こう側に視線誘導させて、死角から襲ってきましたよ。猿のくせに頭いいですね。だが墓にはかなわん。ゲッチュじゃ。
甘いんじゃよ。よし、したらまず周りの雑魚から狩りますか。これも墓ステップしながら撃ってればいけるでしょう。うわー、くそ、あれはメタリック墓じゃないか。あー間に合わなかった。これメタリック墓何の意味があるんですかね。あー別にダメージ入んないわけでもないですね。ゲッチュ。これはもう遠距離でいきますか。今回はロボット落としてくんなかったですね。よし、やった。ゲッチュじゃ、かっこいい。この墓の背面でのキャッチかっこいいですね。よし、あとは叩くだけですね。これで2個目。結構あっという間ですね。リミットもよく見たらありますね。でもまだ29分もある。余裕のよっちゃんですね。そしたらなんか今足音した。うわ増えてる。これな、こういうのこそさ爆発したいんですけど、ゲージにねまだ余裕がないので無駄遣いは良くないですね。どんな強いのが出てくるか分かんないんで。ゲッチュ。あぶー、やだ。これじわるな。おい男は黙って近距離勝負じゃ。やべべべべべべ、うん、これあんまり隙を見せるとでもやられるんで、うん。ただ1対1になったらもうお前遠距離使う余裕ないだろう。はい、ゲッチュ。また増えんの、もういいよ。あいつ強いかな、結構ガッツリで。前回の、あ、どこ見てんだよマジで。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。ロックオンが結構むずいんですよねこれ。よいしょ。はい、ゲッチュー。あ、でも弱いですね。大爆発するまでもないですね。よし、ゲッチュゲッチュ。コンボだどん。もう一曲遊べるどん。あ、一般の猿がいる。一般の猿がいる。電話してますね。職場かな。どこと通話しとるんじゃ。あー、なんだ、かまってくんないんだ。じゃあゲッチュしよう。かまってほしかったな。あっちになんかありますね。あれ、小銭か。嬉しいぞい。あ、罠に。罠だった。くー、悔しい。まあいいや、まとめてボコりましょう。えい、ドレッドアタック。お、やるな、月か。はい、ゲッチュゲッチュ。よし、仲間は死んだんだ。1対1だぞ。で、小銭拾って、間違えた。あ、こいつまだ耐えてんの、強いですね。ゲッチュ。あのハンマーのさ、メカ棒のトルネードアタックはあんま強くないですけど、ゲッチャビの方は使いやすいですね。どこ行った、あれどこ行った、もういい、やんなくて。もう一回めんどくさいし。よし、最後の一個。うわ、てか多いな。多いけど勝てるでしょう。これでもこの後にまた発射台を壊さなきゃいけないんですよね。この供給路みたいな壊したら。よしよしよし、あいつ逃がすな逃がすな。あ、逃げられた。くっそ。そうなんだ、ずっとはめ殺すみたいなできないんですね。はい、ゲッチュー。おー、あ、どこ撃ってんだこいつ。やばい、ミサイル。よし、あ、届かない。ゲッチュ。よし、壊しましょう。3つ目。トルネードトルネード。よし、スタンポット停止。うお、近っ。ちょ近いっすよ。ゲッチュゲッチュ。よし、おこれでゲージが余裕できたかな。ゲッチュ、どこ行けばいいんでしょうね。本当にこれダッシュフープだけ非常に楽がある。なんでだろう。他の武器は結構変えようと思ったらすぐ変えられるんですけど、ダッシュフープだけ変えらんない。なんでだろう。一
番ね即座に使いたいんですけどね。ちょ、上上墓上上にロックして落とした。よし、ゲッチ。29ゲッチ。29回もジャグレンすると疲れるわいね。よし、小銭拾って。どっちだろう、この穴気になりますよね。男の子穴好きなんで。基地の中かな。おお、なんか仰々しい。どっちだ、え、これこれ壊せばいいのかな。違いますよね。違う違う違う、そうじゃなかった。ドーンドーン、ゲッチ。よし、30。ダメか、ゲッチ。うーん、うまいことコンボできないですね。難しいな。サルゲッチュってさ、あのサルバトーレもそうですけど、結構奥深いですよね。あのクリアするだけなら簡単なんですけど、やり込もうと思えばいくらでもなんとかこう技術をね、いろいろ磨けるっていうのがいいですよね。まあどのゲームもそうですけど、でもやっぱこうクリアが簡単であれば簡単であるゲームほど感動するというかね、その差にびっくりしますよね、上手い人のプレイって。でで、わしはどこへ向かえばいいのじゃ。地図がないのがしんどいな。これ来たことある。ちょっともう一回入りますね。一周しちゃったんですかね。墓迷子じゃぞ。こっちは行ってない。あ、でも行き止まりじゃ。ちくしょ。向こうですかね。すいません、グダグダしちゃって。どうやろうか。おおお、なんかあるじゃん。これこれ壊していいの。あ、違いそう。でも猿いるな。でもこいつさっき残したやつかな。じゃ別に俺新しい場所には来れていない。わからん、これマップ欲しい、マジで。どっちだ。あ、これひょっとして上行くのかな。でも行けそうな場所、ここ墓ジェットで行けますかね。あれ、てか飛ばないじゃん。あれあれ、墓墓、なんで急に手抜いてんの。お前ちょっと頑張れよ、これちょっと頑張って、ほいって手伸ばせば届くだろう。ダメなんだ。こっち、あ、階段ある、階段ある、階段ある。こっから上行くのか。で、猿もいるけど、一旦無視で行きます。この階段から、は？ん？こっちだ！あー、よかった！やっと行けた！あー、大変だった！もう、リミッター解除じゃ！本当は爆発したかったです。ボタン忘れただけです。お、っていうか、いかつい、いかつい武器持ってますね、こいつ。やばいやばいやばい。せっかくのリミッター解除が。ちくしょう。ゲッチュー、ゲッチュー、はい、ゲッチュー。いや、迷いましたよ、非常に。時間制限あんのにさ、困っちゃいますね。はい。あれ、でもさ、発射装置みたいな基地内にって話、何これ、何これ、なんだろうこれ。ん？なんだこれ。まあいいや。あれかな、コーンですかね。どっち？進んでないな。これ多分周りぐるぐるしてるんですよね。中もさ、まあさっきね、皆さんもご覧になったように、結局この何でしょうね、内側でぐるぐるするだけで全然景色が変わんないというか、別にどこに出ても結局今の外側に出るだけなんですよね。
え、困っちゃいましたよ。これもね、壊せそうにないんですよ。何回かハンマー振るってみたんですけど。でもこっち開いてないもんな。あ、え、なにそれ、先行ってよ、もう。マップないのに分かりにくい。あ。これ、機械っぽくない？ほらほら、ダメージ入ってる。いけ、ルーレットアタック、ルーレットアタック。あ、しない方が早いな。やめた。よっしゃー、破壊。破壊の勝ち。で、あとは？しカメラ、カメラ。これは違う。これは違いますね。これは？これも違いますね。あったあったありましたよ、2個目。合計3つでしたよね。こんな、いいんですかね、あの、警備いなくて。外のあの、装置壊したからこんなぬるいんですかね。これはこれで歯応えがないというか。あれ？でも2個。あれれ？もう1個は？ここ？これ上いける？いけないですね。壊れてますね。まあちょっと見逃しただけでこの周りにあるんでしょうね、きっと。このさ、カメラがさ、あー、よかったよかった。カメラ小回り効かないんですよ。最後爆発しちゃいますか。爆発どれだっけな、これかな。いけいいね、さすがハカー。こうね、実力以外にこうユーモアとかも忘れないっていうね。で、無事止められたのかな。疲れたわ。いい、迷子になってる時間の方が長かったかもしんない、もしかしたら。でもクリアです。やったぜ。よし、チップもね、集まったんでいろいろ合成したいな。お、あー、できた、来た来た。ちょっと音上げるか。うるさかったらごめんなさい。 This is NSB Emergency News です。コンビナート付近の猿たちの基地が、これは先ほどお伝えしたものですが、正体不明の攻撃によって破壊されたとのことです。これハカとかの活躍は全く見てないんですかね。こんなカメラずっと回してて、誰がどのように基地を破壊したのか未だ解明できていません。対猿地球防衛戦線もまたそこで何が起こったのか未だ結果の解明ができておらず、現在状況を調査中です。猿の基地の破壊についてこれ以上の情報はありません。でも数時間あればさ、猿に勝てる部隊を編成できるみたいな話はありましたよね。彼らの食料補給としてバナナ畑を作り続けています。ご覧のように多くの場所が次から次へとバナナ畑に変えられてしまっています。猿たちは将来ベトナムとかないかな。このような方法を取っているとレート30倍のスロット回しに行きたいんですけどね。モスクワから中継です、ミゲルさん。誰だミゲル。おお、こちらモスクワ赤の広場です。これすごいですね。あんま違和感ないですもんね、映像に。バナナを植えています。植えられたバナナの木はおよそ600本です。大丈夫ですかミゲルさん。今通訳と本人の全然違くなかった。あーあーあって時にバナナの話してましたもんね、通訳の人。対猿地球防衛戦線の最前線からラグがあったのかな。あ、ミサト、野中、日本人だ。横浜だ。向こうバナナ。結構余裕あるなこれ。なんか嬉しそうだもんな隊長。爆弾なんだ。隊長、大丈夫ですか。隊長、しっかりしてください。大丈夫ですか隊長。野中さん、いやー、野中
安心しますね。なんか最前線は危機的な状況。このゲーム始まって初めてくらいじゃないですか、あのサルゲッチ節を見たの。安心してますよ。実家のような安心感でした今の。くだらないことしてんの日本だけですね。サルの戦艦との激しい戦闘がロサンゼルス、ベルリン、パリの上空で行われているとコメントしました。ご覧いただいているのはロサンゼルスのものです。戦闘目撃した地元住民によると猿に対しての人間の攻撃は何の効果もなかったとのことです。私が見たのはもうダメだね、バナナバナナバナナばかり。猿たちが必ず勝つね。再び日本からのニュースです。彼は何をしてんの、その戦場と化してる街で。普通に座ってませんでした。上空に出現した模様です。でまた横浜、猿たちのリーダースペクターが最初に乗っていたものと思われます。何人かの専門家たちは戦艦は猿たちに新たな基地建設のための物資を供給していると考えています。今更ですけどまたスペクターが悪さしてるんですね。タバの1も含めて1、2、3とスペクターが敵で、まあ、サルバトーレはね黒幕は違ったんですけど、今回はスペクターが真のボスなのかな。スペクターがなんだかんだ一番熱いですよね。でも戦うとしたらね、うん、全然ありですよ。あーで終わった。次ヨットハーバー、はいはいはい、横浜ね。ってことは次はこの戦艦とやんのかな。お、スペクターが乗っている。じゃあスペクター戦も近いかもですね。楽しみ。まあ一旦今回は長くなってるんでここでおしまいにして、次回じゃあ横浜行きますか。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお願いします。では。